中日とヤクルト、乱闘、ガチやって。あ、ちょっと両チームの首脳陣が、高津監督が怒っています。片岡ヘッドと高津監督です。立浪監督が仲裁に入っています。池浦さん、なかなか首脳陣コーチ同士がというのもあまり見ないんですが、何かこう納得いかない発言があったかもしれませんね、ベンチから。珍しい高津監督の激高です。こういう高津監督は、私は初めて見ました。中日が乱闘とか、そう面白いんやけど、高津が立浪と敦史に勝てるわけないやろ。敦史がガチで怒ってるのくさ。高津がライデルに何か言って、敦史が激怒したんやろな。立浪監督が仲裁してるの面白いわ。放送席で谷繁がゲラゲラ笑ってるのくさ。立浪さんが仲裁するとか何事や。中地と中田がいれば完璧だったんよ。中日って本当に面白い話題を提供してくれる。芸術点が高いのもいいよね。高津監督が併殺を見てマジでお怒りなのくさ。ライデルを責めないでくれよ。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。